こんにちは、スクです。ツイステッドワンダーランド。今回はガチャをしていこうと思います。というのもですね、現在イベントで、ハーツラベル寮のリドル寮長と、トレイ先輩と、ケイト先輩がガチャで出やすくなってるっていうの、プラス、強化合宿で育てると、ボーナスポイントで育ちやすいみたいな、そういうイベントがやってて、で、俺はリドル寮長は SR は持ってるんだけど、トレイ先輩とケイト先輩は普通の弱っちいカードしか持ってないんで、今回は回してみたいと思います。というか SSR 超強いカードが2枚しかないんで、いい加減ちょっと強いのがもう少し欲しいしね。まだこの先メインストーリーを進めていくとなると、もっと強いカードが必要になってくるからね。というわけで回していこうと思います。でね、前のガチャの動画で俺知らなかったんだけど、一定の期間一人しか出る確率が上がってなかったみたい。だから俺がやった時は、前やった時はエースとデュースのイベントだったんだけど、まあ俺がやったのはエースの出やすい期間で、デュースはまだだったみたい。だからデュース全然出なかったんだね。SR しか出なかった、確か。エースは SSR 出たんだけど。というわけで今回は、リドル寮長とトレイ先輩の期間は終わっちゃって、今、ケイト先輩の期間です。というわけで、このケイト先輩の SSR を狙っていこう。よし、じゃあ早速10連やっていくぜ。押すぜ。マジカルキー10本を消費して、よし、行こうぜ。いやー、緊張するね。前回は、エースの SSR 出たからよかったけど、これ何回回しても出ないってことはあるんでしょう、きっと。闇の鏡に導かれし者よ。いい声だけど相変わらず口の動きが気持ち悪いな。カッチャリ。緑ってどこだっけ。お、かっこいい、シルバー。こいつあれか、マリウスの角太郎のお月の人みたいな感じだよね。寝てるんかい。今俺を呼んだか。いや、別に呼んでないっす。こいつはあんまり絡んだことないからよく知らないな。お、オレンジ。おー、カリム、思ってないやつだった。困ったことがあったらいつでも頼ってくれていいんだぜ。お、お、頼るぜ。ガッチャンに緑。おー、マリウスじゃなくて角太郎。運動着持ってなかった。僕と一緒に戯れてみるか。かっこいい声してんな。戯れようぜ。お、また緑。あ、違う、オレンジ。お、サワナクロ。これは持ってるな、レオナ先輩。ダブリだ。カッチャリ。次は、お、赤い初ラベル来たぞ、これ。おお、トレイ先輩持ってないやつ、でも弱いやつ。まあ、何事もほどほどにだ。あ、はい。張り切りすぎてもいいことはないぞ。そうっすね。めっちゃありがたいお言葉だわ。おお、水色。どこだっけ。ああ、弟の方か。時々は地面に足をつけて、人と同じように歩いてみたいな。人と同じように歩いてみたいな。そうっすか。なんでお前はいつもふわふわ浮いてるんだ。全くもって謎だわ、今のとこ。あれ、また水色。おお、兄貴の方来た。おお。目立たず、ひっそり、誰にも気づかれず生きていきたい。いや、髪の毛の色とかめっちゃ派手ですけど。着てるパーカーみたいな服かっこいいな。お、また?あ、これは持ってるかな?持ってるよ。ダブった。今回 SSR 出ないな、これ。おー、サバナクロか、オレンジ。おー、ラギーちゃん。これも持ってるやつだ。ちょっとダブリ多いわ。紫。紫ってどこだっけ?おー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 、古い。あ、持ってるやつだわ。マジか。いまいち。SR1 枚だけか。マジか。もう一回行こうぜ。よし、行くぞ。
いやー、なんか出てほしいな。ケイト先輩欲しいわ。俺ケイト先輩好きなんだよな。まあ、トレイ先輩も好きなんだけど、本当は俺トレイ先輩欲しかったんだけど、ね、闇の鏡に導かれし者よ。気づいたらもう終わってた、トレイ先輩の期間が。でもこの期間も別に出ないってわけじゃないんだよね。確率アップしてるのがケイト先輩だけって話。おう、ミル先輩。なんかオカマっぽいやつだよね。私に魔法薬学を教えてもらいたいの？そうよ。あんたについて来られるかしら。どうかしら。お、緑。おお、リリア。中身が年寄りってやつでしょ。わしと勝負とな。そうとだ。面白い。面白いとだ。手加減はできんが許されよ。おお、許すよ。カッチャリ。水色。まあ持ってるわ。マジか、強いのくれよ。お、サバナクロかな、オレンジ。え、これも持ってるっしょ。マジか、こんなもんか。俺前回めっちゃついてたんだな、エースめっちゃ出たから。紫。おう、アズール。持ってるわ。強いのくれい、強いのくれい。緑。おう、お月のやつもう一人。セベクジグボルト。どんな勝負でも負けるものか。負けるものか。お前たちとは鍛え方が違うんだ。眉毛がすごい。カッチャリ。お、赤、初ラベルや。おー、リュル、寮長。思ってないやつやったぜ。魔法師に必要なのは体力よりも魔力だ。そっすか。君もそう思わないかい？いや、俺あの魔法使えないただの人間なんで、なんとも思わないっす。うわ、赤きた、初ラベルや。おお、 SR かこれ。 SR きた、ケイト先輩。おお、たまにはピシッと決めてみようかと。どうかな、俺的にはなかなかって感じ。そんなには似合ってないかなって感じ。ちょっと SSR の方が似合ってるから、 SSR ってのは水色だ。お、これ持ってないんじゃない？あ、持ってたわ。マジか。ググ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 グ、ケイト先輩、おお、ハドルベルギョ、来た、ハドルベルギョ。デュースか、しかも普通のやつやん。あ、持ってなかった。マジか。勉強も部活も、両方できてこその優等生だからな。そうだな。これ今さ、デュースのカード見て思ったんだけどさ、イソギンチャク履いてるバージョンとかあったら、めっちゃ欲しいんだけど。ないんかな。わー、今回も SR が1枚だけか。あ、じゃ、SR2 枚だ。あの白衣着てるウィル先輩 SR だった。そっかそっか。まあギリ、ケイト先輩 SR1 枚来たか。でもなぁ、ちょっとなぁ。まだ行くっしょ。行くっしょ。さあ来いさ。いや、せっかくだからここ見るよ。毎回。何時の魂の形を見せよ。はい。さあ来い、さあ来い。おお、ハートルよ。来たよ、これ。おお、ケイト先輩、普通のやつ。うん、持ってた。マジか。いやー、全部の確率上がってんのか。 SSR だけ上がってくれてりゃいいんだけど。おお、来た、ハートルよ。なになになに。あー、ダブった。マジか、マジか、ダブリか。オーレンジサバナクロ。ああ、これもダブリアン、さっき見たやん。次次次。え、濃い青だ。おお、これ持ってないんじゃない、初めて見た。へえ、エペルこんな風に髪の毛弱くんだ。こういう服装僕は好き。別に無理して言ってるわけじゃなくて。
紫。おお、フロイド。持ってるやつか。あ、でも、こいつめっちゃ使ってるから、レベル上げれるわ。よかった。それはそれで。緑。どこだっけ。おお、マレウス。でもこれ持ってんじゃない。持ってるわ。こいつの強いのとか欲しいな、SSR。超強そうじゃん。紫。もうジェイド。めっちゃ持ってるやつ。おお、ハスルブドルだ。なんだ、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 なんだ。お ?SR かー。SR かー。でも持ってないやつだ。やったぜ。勉強だって。楽しく映えたら最高でしょ。そうだね。勉強って映えるかな。なんだこれ、オレンジ。ああ、スカラビアか。オレンジじゃなかった。茶色っぽいのか。赤茶か。これ持ってるやつか。緑。持ってるよね。さっき出たやつだよね。あー、SR が2枚だね。あ、じゃあ3枚だ。そうか。いや、まだやるでしょう。これさ、左下にさ、SSR 確定、100分の60ってあるから、あと40回回せば SSR が絶対1枚出るってことでしょ?まあ、回すか。何かしらの SSR が欲しいよ。たとえケイト先輩じゃなかったとしても。でも、ケイト先輩ってさ、ユニーク魔法が分身なんだよね。闇の鏡に導かれし者よ。めっちゃ強いよね。しかも分身結構簡単にスパスパやってたから、あのバトル上の演出だと、まあ分身を攻撃して、はい偽物でしたみたいな感じで体力が回復するんだけど、なんで回復って感じだっけど、でもそれってめっちゃ強いよね。あ、これ持ってないやつ。どうしたの、僕の顔に何かついてる。ついてないし大丈夫です。カチャリ。おお、フロイド。ダブリが続きますね。おお、ハトルトルビア。あー、普通のか。持ってるわ、持ってるわ。緑、角太郎一派か。おお、これ持ってないやつだ。セビックジグボルト 1.215W。早く授業に行くぞ、時間がもったいない。そうですね。カッチャリ。おお、外れてるだよ。あー、この変な顔のトレイ先輩か。持ってるわ。なんなんこの表情。面白いからいいけど。おお、外れてるだよ。あー、これさっき手に入れたやつやん。まあでもレベル高くできるからいっか。うわ、外れてるんだよ。あー、デュースか。これ持ってるわ、見たことあるね。お、緑、角太郎一派。あー、これもさっき見たな。ダブってばっかだな。お、水色。あー、これは、これ持ってるわ。さっき見た気がするわ。あー、ちょっと今回全然いいのないよ。おー、サバナクロウか。あー、ラギー。お、持ってなかった。マジか。そりゃ運動は得意っすよ。少なくとも、あんたよりはね。なんだと?まあ、運動神経すごく良さそう。SR が1枚出たけどダブリで、まあ、あとは普通のが何枚か持ってないのが出たなって感じか。まだやるぞ。引きます。あと2回ぐらい回せるのかな ?2 回とか20回?え?でもそうすると確定まで届かないのか、俺もしかして。マジで?何時の魂の形を見せよ。マジか。出てくんないかな、いい加減。
もう何にも回せなくなっちゃうわ。持ってるなあ。持ってなかった。持ってなかったわ。マジか。お前の悩み俺が吹っ飛ばしてやるからさ。カリムの白いさタトゥーってかっこいいよね。水色。ああ持ってるわ。うお来た。ゼロレベルだよ。なになになに。ああ持ってるわ。マジか。レベル70まで上げれんだ。もうお前育てるわ。いやー緑かー思ってるな。次次次次次。なになに。おー半分秒。なんだクロッケーも。なんでもない日のパーティーも楽しくやらなきゃね。来たんじゃねこれ。おおやったぜ。え SSR でね。おー SSR。もう下が回ってね。やった。キュート先輩は下を出してるけど。やったぜ。やったぜ。この俺が来たからにはもう大丈夫。なんてね。なんてね。やったぜ。うわもう目的達成したぜ。あと何でもいいや。あシルバー。あ持ってなかったんだ。どうでもいいや。体力育成は全ての基礎だ。おう。共に鍛錬するか。おお、お前地味にイケメンだな。よく見ると。つうか全員イケメンかここのキャラ。おアズール持ってるやつだな。緑角太郎一派だ。角太郎だ。持ってるね。ラブリばっかだな。サバナクロウだな。もうラギーこれも持ってるな。角太郎一派。ああこれも持ってるな。さっき見たな。こんなもんか。なるへっそー。あこれが手に入ったからいっかな。バランスタイプなんだ。レベル80まで上げれるからね。これはでかいね。よし、じゃあ今回はこんぐらいでやめとこうかな。あと残り20回でまた SSR が確定するから、次のイベントの時に、あと20回回せば、まあその時の、まあ確率だけどね、その時の SSR の確率がめっちゃ高いのがもらえるってことだね。次のイベントがね、8月の中旬ぐらいだったかな。前半だか中旬だか忘れたけど、なんか星に願いを的な感じで、イデアとかの兄弟とデュースがなんか新イラストのカードみたいな強いのが多分出るのかな。デュースが欲しいんだよな。デュースの強いのが欲しいな。まあそれを狙ってじゃあ次はその時のガチャの動画を撮ろうかな。まあ、そんな感じで今回はこれで終わろうと思います。ちょっとこっち、自分の持ち物のとこから見よう。どこだ？どこにいんだ？俺の警長先輩。SSR。これか！おー、レベル1だからめっちゃ弱いけど。まあいいや、イベントやってるから、ボーナスで育てやすいみたいなんで、頑張って育てていこうと思います。そんな感じでこの動画終わります。メインストーリーも実況やってるんで、よかったらそっち見てください。またね、バイバイ。浮いたままになっちゃった。